ッサピューチューどうも、ソーシャルミュージックです。はい、ということで本日なんですが、まあ、今回ですね、留学ということでカナダに、現在来ているんですけども、まあ、今回ですね、まあ、初めて、学校に、潜入いたしまして、その留学の雰囲気というのをですね、まあ、どんなものかっていうのをですね、映像でお伝えできればなと思っております。まあ、実際その授業の風景であったりとか、多分ご覧いただいている皆様も留学に行った経験がなければですね、どんな雰囲気なのかっていうのもですね、不安に感じられることが多いと思います。まあ、そういうところをですね、この映像でお届けしていきたいなと思います。で、今回参加させていただく学校なんですが、現在ね、こちら T シャツも着ているラブという学校に、今回参加させていただきます。で、なんか今日聞いたところによると、なんか卒業式のタイミングでもあるということで、まあ、そういったね、卒業式って、まあ、どんな感じなのかっていうのもなかなか見れるものじゃないじゃないですか。まあ、そういったところも映せればなと思っております。で、こちらはですね、まあ、カナダのバンクーバーになるんですけども、結構ね、近辺にはいろんなお店があったりとかするので、結構過ごしやすい街なんじゃないかなと感じました。ということで早速行ってきましょう。ということで早速クラスの方に行ってみましょう。どんな雰囲気なのかね、楽しみです。こちらのラブの、在校生の3人に来ていただきました。で、この3人にですね、いろいろ、本当に留学して実際にどう思ったのかっていうのをですね、実際インタビューしていきたいなと思います。ではですね、3人のお名前とですね、出身地。では純です。埼玉県から来ました。お願いします。沖縄県出身の登川夏希です。名古屋から来ました、コフィです。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、まあ、早速ですね、インタビューいろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、まあ、今回ですね、まあ、渡航地、留学先というのがカナダのバンクーバーというところなんですが、なんでバンクーバーを選ばれたんですかね。そうですね、僕はオーストラリアかカナダかってやっぱりすごく悩んだポイントだったんですけども、カナダの方がやはり英語が綺麗だっていう、まあ、違いは来てないんで分かんなかったんですけど、カナダの方が綺麗だっていうことを聞いて、やっぱり最終的には決めたっていうのがあります。今後使っていく上でもやっぱ綺麗な英語の方がっていうところですね。私は沖縄の学校とラブが提携してて、それでもうなんかもうカナダに行きたいって言ったらここしかなかったので、なんかもう自動的にここに来ました。そういう選択肢もあるんですね。自分最初アメリカ行こうとしてたんですけど、はいはい、最近治安とかも結構不安だなって思って、ああやっぱそこ怖いですよね。怖いんで、もなんか前までだったら大丈夫かなって思ったんですけど、自分が行く前とかもう1年前くらいか、結構事件とか起きて怖いなって思ったんで、やっぱ海外とか英語圏でも比較的安全なバンクーバーでやりました。自動的に沖縄の学校で提携してたからっていうところはあると思うんですけども、このラブを選んだ決め手とかって何かあったりしますか。一番は毎週金曜日にアクティビティがあるっていうのがあったので、それに生徒全員が参加できるっていうところで、友達も非常に作りやすいんじゃないかなっていうのを一番最初に考えて選んだのがきっかけです。なかなかそういう機会がないとやっぱつながりっていうのはできないもの。自分もそのなんていうプライドアクティビティ
ていうのに惹かれたのもあるし、うんうん、あとパンフレットとか2校ぐらいから選べたんですけど、あと、うん、でパンフレットとか見てそのいろんなコースとか、 なんか授業とかもあったんで、どうせならたくさん選べるコースたくさんある方がいいなと思いました。まあ学校生活っていうのが始まって、まあ、一番最初になんか感じたことって何かあったりしますか？一番最初に感じたのはやはり聞こえない英語が。そうです。あーはーはー。もともと日本にいる頃は英語とか結構勉強してたんですか？僕はしてなかった。あーとなると余計に。クラスはあの一番最初の時に、うん、あのクラス分けがちゃんとあってから行くんですけど、それでもやはり最初は何言ってるのかもさっぱり聞こえないで、みんなが何かを始めたのを見て、あれなんかやってるなって気づいて始めるよ。なるほど。周りを見ながら。そうですね。最初は一応クラス分けされて、自分がなんでこのクラスに来たのかもわからないし、なんかもう自分から見たら他の人がもうはるかもう上に見えるし、先生がまず何してって言ってるかもわからないし、隣の人見てああ一緒なみたいな感じ。自分も最初先生ブラブラブラって喋って、ああやべえみたいな思ったし、あとなんか授業の中でクラスメートとなんか話すみたいな、話し合ってみたいなのがもうしょっちゅうあるんですけど、周りの人はもうなんかベラベラベラ喋るし、あと友達とのコミュニケーションも取れないです。めっちゃ。やっぱみんなやっぱ最初は一緒なんですね。全然わからないもん。本当は日本におる頃英語の勉強っていうのはどうでしたか？少しだけなんですけど、でもなんだろう、やっぱ学校なんで。あまり喋るっていうよりかは、書く方が読んだりとかやってたんで、喋るってなるともうちょっときつかったです。なんか自分は英検とかは一応受けてたんですけど、ずっと書く作業ばっかりしてて、単語は分かるけど出てこないみたいな感じ。ここに来て何言ってるか分かるけど何て言ったらいいか分からないしみたいなのがいっぱいありました。一応今でもたくさんあるんです。やっぱり受験とかテストとかで使う英語っていうのと実際に喋って使う英語っていうのはやっぱ違う。違うかったです。まあ、日本の留学生と他の海外の他の国の方々との何か違いってあったりします？一番は日本人を静かにしてることが結構ああそうですよね。いい日本の学校でもね、みんな静かにして静かに聞いて自分で理解するっていう形だと思うんですけども、外国の学生さんたちはいかに先生と話すか、先生に答えを伝えるかっていうところで、どんだけ英語が崩れていても喋り続ける、自分の意見を伝え続けるっていうところがやっぱりすごく違うところなんじゃないかな。あの外国の子が英語で伝えてるんですけど、英語単語も違うし文章も崩れてるんで、日本人からしたら逆にもっと何言ってるのか分かんなかったりとかっていうのは最初はあるかもしれない。授業の時は一応みんなクラス混ざってるから国籍も、だけど休み時間になったら日本人は日本人で固まって、ランチは日本人でずっと食べてるけど、ブラジルの子とか他の国の子はなんかいろんな人に話しかけて友達ず自分から作りに行ったりとかしてるけど、日本人はちょっと受け身、外国の子は自分から積極的に話しかけて他の国の子にもなんか緊張してないように見えます。自分も同じ。日本人はなんかとりあえず受け身って言いたい、内向的って言いたいんですよ。で授業真面目にやってるんですけど、やっぱもうずっと聞いてるだけみたいな。質問があってもなんか自分も最初の頃とかはあこれなんていう意味なんだろうって思っても聞かないとか。で後でなんか休み時間こっそりしたらあこういう意味だったんだみたいなあね、まあ、日本人のいいところでもあり悪いところでもあり、そう考えるとやっぱ他の国の人とかはもう分かんないとここれどういう意味とか、あとなんかちょ今ももう一回言ってみたいなっていうのも、辞書がダメなんですよ。なので辞書を使うのがダメなので、はいはい、分かんない単語があっても誰かに聞くしかないですね。先生に聞くか、他の生徒さんに聞くかしかないんで、最初のその友達もいない先生にもなかなか質問ができない状況だと本当に何もならないしかも日本語も使えない大変ですよね、それ。でもその中でもやっぱりやっていけばいかにどう分かるかみたいな。英語を英語で教えられるから、英語を聞いてその教えられた英語も分からないそうですこの単語聞いて、
先生が、先生も英語で喋るから先生も英語で説明するじゃないですか、うん、もう何言ってるか分からないからとりあえず、あーって書くで、後で見る早くにも分からんとも、どんどん取り残されちゃうっていう感じになっちゃう。これが生の声ですね、現場のじゃあですね、まあ、いろんな授業っていうのがあるとは思うんですけども、まあ、その中でも好きな、教科であったりとか科目であったりとかってなんかあったりします？僕はコンバセーションのクラスが好きで、コンバセーションとかゲームをやったりとか、はいはいはい、あの友達と意見交換をするようなのが多いような授業になるんですけど、僕人と話すのがすごく好きなので、やっぱりそうやって話して意見交換しながら、趣味何なのとか、あの外国の人の文化、はいはい、どう違うんだろう自分とっていうところが授業中にも話ができるので、やっぱりそういうのすごく楽しいですね。コミュニケーションですね。そうですね。私は今午後のクラスでリスニング取ってて、リスニングのクラスがもうとっても好きで、午前はアカデミックでずっと文法とかしてるんですけど、はい、リスニングのクラスだったら会話もあるし、リスニングもあるし、あとなんかモダンファミリーっていう最近なんかフルハウスみたいな、なんかムービーみたいな番組を見るんですよ。それで見て、それでリスニングして解くみたいな、もうそれがもう超楽しいんですよ。番組を見て解く、そのそれがもうめっちゃ好きです。いいですねそれ。なんか日本やとね、もうカチッとした感じとはまた違うんですね。自分はなんか6月に取った、たまに1年2、3回ぐらい取れるんですけど、1ヶ月間 PC クラスってやつで、はい、スピーチとかディスカッションとか、はいはい、日本だとなんか高校とか多分大学とかでも多分やれる機会少ないと思うんですけど、もうなんかもうみんなの前で立ってスピーチみたいな。なんか最初の1週間目とかもう自分なんだろう、あんまり外交的って言ったじゃないから、もう、まあ、それを乗り越えようみたいな、克服したいなと思って撮ったんですけど、もういざ撮ったら撮ったで、まあ、なんで俺撮ったんだろうみんなの前でね、みんなの前でみんなの前で喋んない、もう最初の週末でも5分ぐらい喋ってみたいな。いきなり、もういきなり最初の木曜日でもうなんか一応か読めるんですけど、はいはい、プリントとか自分書いたやつ読んでるんですけど、うん、もうなんか髪も震えて声も震えてみたいな、もうアイコンタクトどころじゃないでも今となっては撮ってよかったなみたいな、面白いっていうか、普段じゃあんまりできないような、うん、できたんで。もともと日本におる時とか人前で喋ってっていうことは得意でしょ？無理でした。よく撮りましたねいやもうなんか自分に何て言ったらいいの、自信がないみたいな、はいはいはい、まあ、今でもそんなあんまりあるってわけじゃないんですけど、撮る前はもう本当にもう人の前で喋れるような英語じゃないみたいな、人様に話せるようなスピーチじゃないみたいな感じで思ったんですけど、いざ喋ってみると、あ、なんだみたいな、いけるじゃんみたいな、その授業終わってやっと乗り越えられたみたいな感じだから、今なんだろう、バイト授業の中でも質問とかできるようになったりとかできたんで、すごい良かったなと思います。実践的な英語を使うような授業っていうのが好きっていう感じなんですかね。まあ今このラブっていうですね、学校に通っていただいてたと思うんですけども、この学校の好きなところ、ちょっと難しいとは思うんですけども、実際通ってみてなんか良かったなって思うことであったりとか、この学校好きだなっていう思うことがあれば教えていただいてますか？僕は毎日コーヒーが飲み放題なのが、はい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 、これがかなり大きくてですね、でかいですね。コーヒーとお茶と冷たい水とお湯と、はい、紅茶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 と全部飲み放題なので、それが一番いい。いや、そこだそうだよ、そこだもうリフレッシュ、あー、大事ですよね、リフレッシュされる。やっぱりね、授業受けた後はもう、あとはあの、マグカップが1人1個ずつ学校から渡されていて、はい、で、そこに全員の名前が書いてあるんですね、はいはい、なんで、あの持ってるマグカップを見たら全員の名前が分かるですね。綴りも分かるんで、はいはいはい、あの先生があの外国の人の名前言ってもなんていう名前を言ってるのかが正直わからないんですね。綴りを見て、あ、なるほど、そうやって言ってたのか、でその名前だったのかな、そこでするんですね。マグカップだそうです、一度なるほど、それがすごく
ありがたいというか、名前覚えるのにいいなって思ってます。まあ、結論、この学校のいいところっていうのはコーヒーが飲めそうだ。そこですね。コーヒー大好きですか？コーヒー大好き。私は、バンクーバーに来て、どこに何があるかもわからないし、どこのご飯が美味しいとか、日本食がどこ、もう日本食が食べたくて、日本食がどこにあるかがわからないから、どうしようと思って友達とかに聞いても日本食みたいな感じだったんですよ。それでフロントデスクに聞いてごらんって言われて、フロントデスクに聞いたら、そこの人がもういっぱい調べてくれて、どこが美味しいよとか住所も書いて渡してくれて、人がとりあえず優しいです。なんかもういつでも聞いたらすぐ答えてくれるし、なんか時間割いて作ってくれるし、人が優しいのが一番いいです。安心しますよね。居心地がいい。自分はそのいろんな国の人がいるから、はい、すごいいいし、あとなんか授業とかで話す時とかもなんか先生とかやっぱ日本人の割合多いんですよ結構。だからなんか授業とかで日本人が固まっちゃう時もあるけど、はい、そこなんかじゃあ国分かれてみたいな国って言ったり、そうなんか分かれてとか言って、いろんな国の人と話せる機会も先生とかも作ってくれるし、もちろん自分からも言えば、自分からも喋れるし、なんだ日本だと大多数もう90何パーセントの人がやっぱり日本人じゃないですか。だからあんまり日本にいて外国の人とか喋る機会とかはもう本当にいないんですけど、やっぱここだと文化の違いとかもたくさん知ることができてすごい楽しいです。毎日が新発見。新発見。まあでもね、日本人同士でどうしてもね、何もなっていれば固まっちゃいがちなんですかね。留学してみて、経験して、実際経験してどうでした？最初は、はい、すごく気持ちがめいります。あ、なるほど。すごくテンション上がって、はいはい、来たぜって到着するんですけど、授業とか受けるとやっぱり最初聞こえないし喋れないし、で、うわどうしたらいいんだろうなっていう日々が続いた後に楽しくなってます。なるほど。最初1回は下がるけども、そっか、分かってくるにつれて、はい、沖縄からバンクーバーに来るまで1回東京まで行って、そこからバンクーバーに来たんですよ。沖縄から東京の時点でもうバイバイだから、もうそれでも寂しいし、東京からバンクーバーも長いし、飛行機の中でもめっちゃ何年月カナダ行くんだろうってめっちゃ考えてめっちゃ考えて、着いて最初の2日めっちゃもう、あ、もう何年月ここに来たんだろうってめっちゃ考えてたんですよ。だけど学校に来て、人が優しいし、友達もいっぱいできて、学校に来たらもうめっちゃ楽しい。最初の2日がきつい。2日だけめっちゃきつい。そこが山場だ。自分も最初ついて、まずもう周り知らない人だらけ、あと何だろう、街歩いてる人も、いやもう何言ってるみたいな。あと自分お風呂大好きなんですよ。はい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 、もう風呂入れないしみたいな。それやっぱ違いますか？風呂入れないのはすっごい、でももう最初の方とかすんごいしんどくて、バスタブに浸かれないってことですね。バスタブに、その浴槽に浸かれないっていうのがもうすっごいしんどいし、最初のもう1週間ぐらいな、親とかに、あ、どうみたいな聞いても、あ、楽しいよとか、大丈夫みたいな、あ、余裕余裕みたいな、なんですけど、あ、しんどいみたいな。強がってはいるけども、実際はしんどいって、北川にはなんていうの、やるしかないの。いや、もうなんか、このまま値上げて帰るのもあれだしな、みたいな、どうせなら頑張ろうって思って、今頑張ってます。あの動画をご覧いただいている皆様でですね、まあ、これから留学しようであったり考えられている方もいらっしゃると思いますので、そういった方に何か一言いただければなと。もし海外に行くのであれば、まずは一番最初に大きい声で挨拶するのと、あの相手の名前を覚えてほしいなって思いますね。やっぱり名前知らないと仲良くなれないんで。そこですよね、名前と挨拶。日本人はやっぱりシャイで内向的だから、どこ行くにも緊張するし、まず留学に行くって決めるのも緊張すると思うんですけど、とりあえずもう来たら自分を主張することが大事です。外国人は自分を主張するのが上手なので、日本人はそれに絶対負けちゃうので、自分の意見を持って必ずなんでって聞かれるから、自分の意見を持って
自分に自信を持っていくのが大事です。やっぱ文化とかの違いとかで、うん、すっごい何何みたいなとか、車右走ってるしみたいな。確かに逆ですね。日本ぐらいですよね。そうだから道迷うしみたいなとかもあるんですけど、やっぱもうなんつったらいいんだろう、楽しむことが大事かな。やっぱ外国行かないと車右走ってねえしみたいな。なんか考え方変えてとか、あとすごい戸惑うことなんですけど、考え方を変えてなんでこうなのっていうよりかは、あ、こういうこともあるんだみたいな、何でもかんでも楽しむのが一番かなということでですね、ラブの在校生の3人に、お話の方を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、今回ラブの、日本人のカウンセラーの里野さんに、来ていただいて、ちょっとインタビューをしていきたいなと思います。まずお伺いしていきたいのがですね、はい、このラブという、はい、学校の、まあ、紹介であったり概要であったりっていうのを教えていただけますか。あ、はい、バンクーバーにある語学学校なんですけど、主に英語を教えてる学校で、今年で26年の学校になります。実は、今年の6月まで CSLI っていう名前だったんですけども、会社の方針でラブ今世界に3つあるんですね。バンクーバーとカナダのモントリオール と、オーストラリアの、メルボルン、3校あって、もともと同じ会社で語学学校で3つ別々の名前でやってたんですけども、まあ、名前をだけ統一しましょう、まあ、ブランドですね、統一しましょうということで6月からラブに変わってます。場所としてはバンクーバーのイェールタウンっていう、まあ、横浜でいう赤レンガ倉庫ですね、はいはいはい、昔ここも赤レンガだったんですけど倉庫街で、それを、まあ、おしゃれなカフェとかレストランにした場所なので、雰囲気としてはすごくなんかおしゃれな感じのところです、うん、このラブという学校のですね、まあ、特徴っていうのを教えていただけますか。そうですね、まあ、バンクーバー本当にいっぱい語学学校がたくさんあるので、選ばれる方も大変だと思うんですけども、うちが一番売りにしてるのは会話力のとコミュニケーション力が伸びるっていうところですね。語学学校行っていただくと基本的にはやっぱり英語は勉強するので基本的な英語力っていうのは伸びるんですけども、人との会話をするときにやっぱり同じクラスメートでいつも勉強してると、まあ、慣れてきて同じぐらいのレベルなんで、なんとなくの英会話でも通じてしまうっていうところはあるんですけども、一歩教室の外に出た時に現地の人に話しかけられて、なんか同じような会話をクラスの中でやったはずなのに緊張しちゃって出てこなかったりってことがよくあるんですよね。なので学校で大事にしてるのは同じクラスだけにとらわれなくって、いろんなレベル、もう自分よりも初心者の人かもしれないし、ずっと上の方の喋れるような人とかっていうの関係なく、もういろんな人と常に交流をさせることによって、自然にこう子どもが会話力をつけるように、コミュニケーション力っていうのですね、もうレベルによって、日本人でも大人になっても知らない単語とか言葉っていっぱいあるじゃないですか。でそれと一緒で英語も限りがないので、今自分が知ってる単語とか文法っていうのをいかに最大限に使ってこう組み立てて、もう文法とか間違っててもいいんです、とにかく最終的に。でいかにこう伝える気持ちっていうのを大事にするかっていうのを皆さんに教えてる学校です。より実践的な英語、ね、そうですね、はい。まあ、今後動画をご覧いただいている方なんですけども、はい、まあ、今後留学を考えてるであったりとかしてみたいなって思っている時に、まず学校選びって困ると思うんですけども、まあ、そういった方々に向けて何か。そうですね、一番大事なのはやっぱり自分が思ってることをいかに伝えたいかっていう気持ちがすごく大事なので、ダブに来てもらったら
授業はもちろんですし、毎週金曜日に無料のアクティビティがあるんですけど、その日はもうレベル関係なく、クラス関係なく、何でも好きなのを取ってもらえるんですね。で、そこでまた違う人と、新しい人とお友達になったりとか、常にいろんな人と交流をしていけるので、なんかそういう交流を通して、何か会話力とか、あと人間性ですね。なんか留学をしたらもうちょっと外交的になりたいなとか、なんかちょっと成長したいなとか、そういう夢を持ってる人で、だけど今ちょっと引っ込みじゃんでみたいな、そういう人にはすごく来てほしいです。これから、カナダに、留学を考えられている方、という方に対して一言お願いいたします。来る前は本当に来ること自体悩んだりとか、場所を選ぶこととか学校を選んだりとか、本当に不安なことっていうのが本当に多いと思うんですけども、まず来ていただいて、あとは日本語で、全く日本語が通じないわけじゃなくて、私も学校にいますし、クラスのことだけじゃなくて、私生活のこととか何でもお話聞く時間はいっぱいあるので、そうですね、あんまり悩みすぎないで、とりあえず何か話してみようかなっていう気持ちで来ていただくのが一番だと思います。はい、ではですね、ラブの日本人カウンセラーの佐野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、ラブという学校に潜入してきたんですけども、いかがだったでしょうか。今回ですね、卒業式の様子を見れたりであったりとか、あとは在校生の皆様に、インタビューができたりと、なかなかね、そういう生の声っていうのも聞けないと思いますので、結構貴重な映像になったんじゃないかなと思います。でもしね、動画をご覧いただいている方の中で、例えば留学に行ってみたりとか、興味があるとかっていう方がもしいらっしゃればですね、ぜひぜひチェックしていただければなと思います。動画説明欄の方にですね、各種リンクを貼っておりますので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いいたします。実際にですね、現場に入ってみてなんですけども、シンプルに留学してみたいなって思いました。はい、ということで本日の動画が良ければ、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。マジでバーッ26 ADM I saw your feet Get the air, get the mark Show me why you